KC ーーマイケル・マギーは、アメリカ合衆国、カリフォルニア州サンタクルーズ出身の元プロ野球選手。ウトを右ミギ日本プロ野球、セントラルリーグにおけるシーズン最多に類打記録の保持者。2003年の MLB ドラフト10順目で、シカゴカブスから指名され、プロ入り。2008年、AA、A、級アイオワカブスで、自己最高となる12本類な、92打点を記録。 9月1日にメジャー初昇格を果たし、2日のヒューストンアストロズ戦でメジャーデビュー。9試合の出場で打率。167.5打点の成績でメジャー1年目を終えた。2008年10月29日にウェーバー工事を経てミルウォーキーブルワーズへ移籍した。ブルワーズ時代2009年はシーズン序盤に故障したリッキー・ウィークスに代わりに類種として、 監督の権目下から抜擢される。シーズン途中にビル・ホールから三塁手のポジションを奪うと、リーグ新人最多の66打点、打率、超打率、本塁打は新人選手としてリーグ2位を記録。9月にはメジャー全体でライアン・ハワードの27打点に次ぐメジャーに位体の26打点を挙げ、九月十二日のアリゾナダイヤモンドバックス戦では新人選手として、 球団体記録となる1試合6打点を記録。この活躍で同月の月間最優秀新人選手に選出された。オフに右膝のクリーニング手術を受けた。2010年は157試合に出場し、当時の球団記録となる104打点を記録。特に8月は校長で球団記録の9打席連続安打を達成。 地元記者が選ぶチーム MVP を獲得した。2011年は不調に苦しみ、8月3日には1試合、3本塁打を放ったが、レギュラー獲得後最低の打撃成績に終わる。また、シーズン20失策は3類種としてな、リーグのワーストだった。2011年12月11日に、ホセベラストのトレードで、ピッツバーグパイレーツへ移籍した。 ヤンキース時代2012年、トレード期限の7月31日に、左手首を骨折したアレックス・ロドリゲスの代役として、チャドク・オルズとのトレードで、ニューヨーク・ヤンキースへ移籍したが、22試合の出場で、打率15、151、1本類だ、オプス48、484の成績を喫する。シーズン終了後の12月20日には、読売ジャイアンツへの入団が報じられたが、 一軍で不審なら二軍で調整などの条件を拒否したことから入団に至らなかった。楽天時代2012年12月23日に東北楽天ゴールデンイーグルスと一年契約で入団に合意したことが発表。2013年1月29日には前年途中からヤンキースでチームメイトになっていたアンドリュー・ジョーンズと揃って入団会見に臨んだ。 2013年はオープン戦でチーム唯一の全試合出場を果たすものの打率200本塁打0に終わる。しかし開幕を一軍入りして3月31日の福岡ソフトバンクホークス戦で6番3塁でスタメン出場すると2安打3打点と活躍。4月21日の千葉ロッテマリーンズ戦でも日本では初の1試合に本塁打を放った。 4月は打率4割を超え、一時は首位打者に立つなど、シーズン前半は打撃面で好調を維持していた。9月こそ不振に陥ったものの、最終的に全144試合に出場して打率は、292、28本塁打、93打点と、好成績を残し、主に5番打者として4番ジョーンズと共に打線を引っ張った。また、 チームで唯一全試合出場を果たし、球団史上初のリーグ優勝と日本一に貢献、パリーグベスト9にも選出された。シーズン終了後には、マギーの残留を求める球団側の意向から12月1日工事の契約保留者名簿に掲載された。日本でプレーを続ける場合には楽天に残留するという意思を示す一方で、 先天性の脳障害を患う長男の療養などを背景にメジャーリーグ復帰の可能性も模索。このような事情から同月3日には楽天が残留交渉を続けることを前提に自由契約を公示されたが12月18日にマヤミマーリンズと1年契約で合意した。チーム日本一の記念リングは 翌年4月下旬にニューヨークで楽天オーナーの三木谷博士から直接手渡される。忙しい三木谷さんがわざわざ自分のために時間を割いてくれた。最高級の気配り。全く予期していなかったから驚いたし、嬉しかった。早速、家に持ち帰って飾らせてもらったといい、楽天に所属した一年について、今までの野球人生のハイライトだよと語った。 2014年は、マーリンズの肖像類種として、自己最多となる160試合に出場。4番打者としての起用も多く、夏場まで打率3割をキープしていた。前年のような超打力は発揮されず4本類なに、終わったものの、打率28 7. 7、287.177安打76、打点という成績をマークし、球団初のカムバック賞を受賞した。 2014年12月20日に、ケンドリー、フローレス、ルイス・カスティーヨとのトレードで、サンフランシスコジャイアンツへ移籍した。2015年シーズン開幕はメジャーで迎えたものの35試合の出場で打率。200点に本塁打と振るわず、5月24日に戦力外となり、26日にトリプル A 級サクラメントリバーキャッツに降格した。 6月5日に再昇格したが30日に再び DF となった。7月8日に自由契約となった。2015年7月10日、ジェフ・ベーカーが15日間の故障者リストに登録されたマーリンズとメジャー契約を結んだ。オフの11月2日に FA となった。2016年2月23日にデトロイト・タイガースとマイナー契約を結び、 同年のスプリングトレーニングに招待選手として参加する。3月28日に自由契約となったが、30日に再度マイナー契約を結んだ。6月18日にメジャー契約を結んで25人枠入りしたが、代打の1打席のみの起用に終わり、21日にトリプル A 級トレドマットヘンズへ降格した。8月7日に最昇格した。 合計では30試合に出場したが、打率228、6打点に止まった。11月3日に FA となった。デトロイトタイガース時代2016年12月4日に、読売ジャイアンツが獲得を正式に発表した。単年契約で年俸は170万ドル。背番号は33に決まった。2017年はオープン戦では、 打撃不振が続いていたが、3月31日開幕戦の第中日ドラゴンズ戦に5番3塁で先発出場。3回裏の第2打席では、日本球界復帰後初安打となる左中間へのタイムリーツーベースを放った。開幕前は前年までの肖像類手だった村田修一と併用する構想だったが、打率3割をキープし続けたことを受け首脳陣からの 信頼を得て、スタメンで起用され続ける。5月28日の対広島東洋カープ戦で、巨人の第87代4番を務めた。交流戦最初のカードは古ス楽天戦で5月30日の初戦で、第1打席に立つと、楽天ファンから温かい拍手が送られた。7月以降は、チーム打線が不振だったことを受け二類種にコンバートされるとともに、 二番打者での起用となる。シーズン終盤まで横浜 DNA ベイスターズの宮崎敏郎と熾烈な首位打者争いを繰り広げるなど打撃は好調だったが、楽天時代に比べると本塁打は減少し、18本塁打に止まったが139試合出場で打率、315、77打点を記録。打撃三部門はチーム内でトップの成績だった。 また、シーズン48本の二塁打は、2006年に福留孝介が記録した47本を上回りセリーグ新記録となった。2018年の前半は25打席連続、無安打を記録するなど、打撃不振でサードをこの年からレギュラー及び4番に定着した岡本和馬に譲る形で、安倍晋之介が一塁スタメンで出る試合もあり、スタメンを外れるケースも目立った。 しかし、リーグ戦再開となった6月22日の東京ヤクルトスワローズ戦で同月8日以来のスタメンで、出場すると初回に、先制の中前的自打を放つなど4打数4安打の活躍で勝利に貢献。この試合以降本来の調子を取り戻し3番打者に定着した。8月19日の中日戦では、来日初のサヨナラ安打を記録した。 132試合に出場して打率は3割を下回ったものの楽天時代以来の20本類が80打点をクリアした。広島とのクライマックスシリーズファイナルではチームの全打点を挙げた。しかしチームは敗退し、これが最後かもしれないと涙を流し、現役引退を示唆した。11月14日、球団が来シーズンの契約を結ばないことを発表した。 12月2日、自由契約公示された。右足に体重を残す打撃フォームを特徴とする。配球の読みがうまく、インコースに強さを見せるが、2012年は、外角低めを全く打てなかった。一度調子を落とすと、復調するまでが長い。楽天所属前までは、速球系に強い打者だったが、メジャーリーグ復帰後は、変化球にも対応を見せている。日本では、 投手がたくさん変化球を投げる。それに我慢強く対応しながら、速球が来たらしっかり打つ。そのアプローチを学んだ。以前はいつ変化球が来るかとナーバスになっていたからね。それが今は自信を持って変化球を待てる。米国に戻ってからも、楽天打撃コーチの田代富夫と行っていた練習を続け、今でも田代さんに教わったことを思い出すし、 役に立っていると語っている。戦術の通り、長男のマッケールが先天性の脳障害を患っており、全米脳障害連合のメンバーとして活動している。マッケールが全米脳障害連合を代表して、始球式を務めた2009年7月29日の対話シントンナショナルズ戦では、代打二点本塁打を放った。9月には、 球団の協力を得て試合チケットの売り上げを寄付金とするイベントも行った。ボブ・マーリーを愛聴している。チームメイトを自宅に招待しては手料理を振る舞うことがある。MLB、NPB、NPB 初記録、NPB その他の記録 MLB、NPB 通算説。ありがとうございます。